新型コロナウイルスをめぐり、全国知事会の対策本部は今日、国への緊急提言を協議するためにテレビ会議を行い、GoTo トラベル事業について、今後の感染状況次第で対象範囲の見直しなどを求める緊急提言案を示しました。今月22日から始まる観光支援事業 GoTo トラベルでは、東京発着が対象外とされたことを踏まえ、感染状況を注意深く見て対象の範囲を見直すよう求めています。また今後実施が予定されている GoTo イートや GoTo イベントなども実施時期も含めて地方の意見を踏まえることも盛り込まれました。会議に出席した小池知事は、感染の再拡大を防ぐために水際対策を徹底するよう国に強く求める必要があると訴えました。水際対策でございます。これをですね、検査体制をしっかり強化していただきたい。入国帰国される方々への接触確認アプリの利用促進など徹底してやっていただきたい。このほか今日の会議では、新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく知事の休業要請に従わない事業者への対応強化として、法改正で罰則規定を設けることについても協議されました。